画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。本日はね、デッドバイデイライトナースの動画を、まあ、後ろにつけつつね、まあ、喋っていこうかなと、思っております。ちょっとね、マイクの電源入れ忘れて、実況が取れてなかったんでね、まあ、後ろ流しつつ、まあ、今年1年の、まあ、振り返り的なね、ことをしようかなと思ったんですが、あまりにもね、まあ、動画時間見てもらえれば分かると思いますが、あまりにもね、まあ、ちょっと早く終わりすぎたんで、まあ、ちょっと本当にね、サクッと、なんか言うことだけ言って終わろうかなと思います。で今回はですね、まあ、ナースなんですけども、まあ、ちょっとね、最近やっぱ、デッドバイデイライト、まあ、リアルも忙しいし、他のゲームもやってるしっていうので、ね、なかなかできずにいて、でこの1試合前に、ドクターを使ってね、まあ、本当はドクターの動画にしようと思ったんだけど、ちょっとね、いろいろ沼りすぎたんで、まあ、ナースは強いと言われて、多少沼っても勝てるやろうと、いうことでね、まあ、ナースをね、使って、まあ、今年1年の締めくくりにしようと、いう感じでございました。まあ、今年はね、まあ、デッドバイデイライト、ランクシステムからね、変更があって、まあ、スキルレーティングでね、マッチが組まれるようになったりだとか、まあ、あとバイオコラボ、エルレイザーコラボとかね、まあ、そういったあたりともコラボしたと。まあ、来年はね、もうすでに貞子とのコラボがね、リングとのコラボが、発表されておりますが、まあ、来年もね、またこのデッドバイデイライト楽しみにね、やっていこうと思います。個人的にはね、来年もうちょっと、上手くなりたいですね。ちょっとね、どのキラーもそれなりに使えるように、なりたいなと。まだまだね、使えないキラーとかもいるんでね、そんな感じで思っております。というわけでね、もう、ないわ。喋ることないですね。てなわけでね、まあまあ動画も大体もう全員這いずってるんじゃないですか。もうちょっと今動画 見ずに喋ってたのあれなんですけど、もう多分みんな這いずってる頃だと思うんでね、もうそろそろ締めたいと思いますけども、まあやっぱね、ナースは強いと、いう結論です。私が強いんじゃなくてね、もうナースが強いんですよ、これはね。もうナースじゃなかったら無理ですから、こんな戦い方は。てなわけで、今年1年ありがとうございました。来年もね、またのんびりとグダグダと、実況の方続けていきたいと思っておりますので、まあ、気が向いたらね、動画ポチってね、まあ、見ていただけたらなと、思っております。というわけで、デッドバイデイライトナースの動画でございました。ご視聴ありがとうございました。高評価コメントチャンネル登録いただければ幸いです。それでは皆様、良いお年を。Ah!